はい、こんにちは。オゾンテクノロジーの水口です。本日はこちらの袋を試してみましょう。アイリスオーヤマの、真空保存フードシーラー専用ロールになります。基本的にはこの機械では使えませんが、ものは試していう形でやってみましょう。シール自体はですね、もうちょっとやってしまったんですけども、できます。ちゃんと5ミリ幅で圧着できます。じゃあ真空に本当にできるのかというところです。基本的にはできないと考えてください。じゃあ実演やってみましょう。今回はこの中身は調理用の玉です。使い方は他の袋と同じです。開始。それっぽく吸っているようですが、やっぱり空気は中に残ります。吸い切れないですね。ノズルから空気を吸うんですけれども、このクッションラバーのところから空気が流入してきている、そういうイメージになります。エンボス状の加工が施されているので、確実にこのクッションの部分が空気をせき止めているかというと、そういうわけではないです。で、次に、圧着をしてみましょう。感じですね。シール自体はしっかりとされてます。ただ、中に少し空気は残ります。なので、この袋が使えるかどうかというと、使えはしますが、ただ、中に空気は残ります。しかしながら、シールはしっかりとされます。なので、もし、ご自宅にですね、昔使っていた真空パク機のこういう袋が残っている場合は、このフードシールドでも使うことはできます。ただし、ちょっと中に空気は残ってしまいます。そこのところがちょっと欠点となります。また、水物はこの袋で、水物は基本的には、もう基本的と言いますか、やらないでください。水が漏れて機器の方が壊れる可能性がございますので、水物をやる場合はフードシールドで使える袋を用意ください。ナイロンポリでしたりとか、強美人でしたりとか、そういった真空袋対応の業務用の規格袋を使ってください。また何かご不明な点等ございましたら、下の方に E メールアドレスございますので、そちらからご連絡をいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。